詳しいスケジュールありがとうございます。いや、かわいいでしょ、皆さん。どんどん写真撮ってあげてくださいよ、本当に。じゃあ、エイギレジャー2回目ということなんですが、このスタジアムはどうでしょう。広くて綺麗でいいでしょ。いいでしょ。まあ、間近にいかがですか、あのサッカーのトップの選手たちで、練習の。スピードが違う。いやいや、フラッシュも負けてません。あの、決めた。この動きですもん。負けてませんよね、本当に。いけるんじゃないですか、相手惑わせてそのままゴール。本当ですよ、嬉しい。どうですか、サッカーっていうのは、はい、なんかいろんな番組にも出ておいでですけど、チャレンジしたことあるんですか、嬉しい。サッカーはやったこと経験ですか。はい、あ、確か、夏の中リーグでやってたやつですよ。え、やってた。ちょっとね、サッカーやってた記憶がある。おお、出ていただくということで。いや、嬉しい。好きな選手とかいらっしゃるんでしょうか。ああ、海外選手になるけど、おお、うん、昔バティスタだって、おお、すごいいい選手でしょ。はいはいはい、大好きで、ここのクリアティーの試合を見せるんでしょ。あ、そうなんですか、うん、すごいところから来ましたね。てっきり今日の質の選手なんか出るからバスッと出して、今日ガーッと FIFC の上の方に突きしてゴールを決めたね。そうですよ、すごい、来ました。いや、かっこいい。いや、かっこいいよ、本当に。なかなかね、ああいうゴールはね、クローバットゴールそんなに見れないですから、今日ラッキーでしたよ。いや、嬉しいでした。ねえ、嬉しい。うっと、ブラッシー、まあ、いろいろ聞きたいことあると思うんですけどもね、まあ、あの、お時間の限りがありますから、皆さん、しっかり写真を撮りました。じゃあ、今度はブラッシーから、今日このニンジネスタジアムにお越しいただいている皆さんにメッセージを送っていただくと構いませんか。はい、こちらにもおられますし、そしたらバックスタンドにもおられますし、ぐるっとふなし。皆さん、今日はおかげみんなでお話ありがとうございましたでした。会場の被害が、やっぱり、千葉県すごかったんですけど、はい。ね、2年前ですか、去年ですね。去年だったんですかね、はい、今日の方でもな、ね、同じのあたりでね、はい、被害が広がっていまして、はい、時々こそ、皆さんに力を出して、千葉も大変ですから、ね、本当にね、ああいうの見てて、もう本当にさ、ファミリーだなっていう初心者が、本当に皆さんもね、常日頃から、うん、台風情報とかね、信号線を警戒してほしいしな。らしくないな、おい。いやいやいや、でも、ちょっと待ち真似になっちゃったけど、元気なみなし見れば、それだけでね、よし、明日は頑張ろうって思えるんで、心がやっぱ明るくなるんでね。そっちだ。そうです、そうです。元気でした。これからも一つよろしくお願いします。はい、らしい。スペシャルゲスト、ブラッシー。